丈夫ですか？飲みすぎなんですよ。何これ急に。カメラ回されるの一番あのこれのあそう赤いの嫌なんだけど。いやちょっと話があったんです実は。話があったんです。本当嫌なんだけど。いきなり回し出したからね。そうですね。ちょっと話があって。嫌なんだ顔赤いの撮られんの。沖縄行きましょう。え？沖縄。まあいいけど自腹じゃやれよ。自腹じゃないです。スラムです。スラムさん。マジで？本当です。嘘でしょ？招待されました。マジで？すごい。めちゃめちゃ嬉しそう。やった。マジで？マジです。4月。4月？やった。マジで？招待してくれたの？招待してくれました。マジで？でも俺ら行ってないじゃないですか。スラビに別に行きたいなーみたいな。うん。たまたま、本当に3日前ぐらいに実はスラミと飲んだんですよ。ちょっと話があるんですけどって言われて、その話って何？聞いたら沖縄またどうですか？俺大好きなの沖縄。いやでもさ、本当に本当です本当です。すげえ行きたいって言ってたんですけど、ずっといやマスコ言うところビックリしてたよね。俺ら言ってたよね。だから俺もスラミに聞いたんですよ。え、これもう俺ら言った、俺とアオさんってこの話したっけっつって、いや何も聞いてないっすね。いや俺ら言ってたんだよ、ずっと言ってたのよ。ここ最近っすよ。沖縄行きて、あれから1年だから、俺ら沖縄行きてなってずっと言ってた。めちゃめちゃテンション上がってるじゃん。沖縄マジ行きたかった。翔平さんも行こう。あ、いいんすか？大丈夫だよ。マジで？で、あと一人ぐらいなら大丈夫ですよ。沖縄でだから、あのまたちゃんと日程、もう事前に行ってオフ会したい、オフ会というか呼びたい。いや、だから、今までさ、言ってなかったじゃん。まあ前回沖縄行った時に、沖縄行くからって。俺らそんな告知してない。そうですね。どうすか、テンション上げっぽいになりました？なった。え、嘘？本当だっけ？本当？本当沖縄来たかったの。そうなんですよ。本当たまたまスラミに言われて、俺もびっくりして、え、マジっすか。いや俺ら普通に行きたいっすよ。じゃあ行きます。めっちゃくちゃ来てんだ沖縄。大好きなんだね。行きましょう。はいさーい。はいさーい。まあ日程はまた後日で、まあツイッターとかなんかわかんないけど、教えるんで、沖縄の人たちとまた会えるんですよ。めちゃめちゃ嬉しそう。本当に本当来たかったんだよ。そうですね。俺が一番楽しみにしてんだな。沖縄は沖縄は大好き。ヨーデマ追ってまたすごい、もうちょちょ嬉しそう。それを伝えたかったんですよ。今年一応嬉しいで間違いない。行きましょう。またもう行けない、二度といけないもんだと思ってたから。ということでまた追って連絡する。沖縄のみんなまた会おう。沖縄さんお願いします。はいさーい。